こんにちは。ザギースの高さです、えー。2020年の東京オリンピックに向けて日本にやってくる、えー、海外の方のために日本の様々なことを紹介していくコーナーです。えー、本日はこちら。間違えやすい枕言葉。Mistakable Pillow Words。はい。なんですけれども、まず、この枕言葉とは。はい。What is Pillow Words?、えー、こちらはですね。 日本の和歌で使われる言葉なんですね、えー、そして頭に持ってきて次の言葉を修飾するという役割がありますで主に五音節からなりますふん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 ですねおもてなしみたいなことですねこちらが五音節からなります The words used in Japanese 和歌 It is a words qualified the following words It consists of five syllables はい。例えば for example ひさかたの光のどけき春の日に、静心なく花の散るラム。はい。えー、こういう短歌が百人一首にあるんですけれども、はい。かたの光のどけき春の日に、静心なく花の散るラム。まあ意味としては、I'm wondering why cherry blossoms are going to fall in a furry l on such a day with sunlight calm and mild。はい。えー、この日向の はい。こちらが枕言葉というものになります。ひさかたのですね。はい。で、この枕言葉、ひさかたのは何にかかるかというと、そのすぐ後の言葉、光にかかってくるわけです。え、つまり、in other words, 光を読むときには、枕言葉であるひさかたのをつけるということなんですね。When you write light, attach ひさかたの as a pillow word. はい。 かかりいたただけましたでしでょうか、えー、このような枕言葉はたくさんあります。There are a lot of words. えー、似ている枕言葉がたくさんあるので間違えずに覚えましょう。はいそれでは早速紹介していきます。まずはこちら。天の原。はい、こ,ちら天の原これが枕言葉になるんですけれども。 えー、天の原と来たら、この富士、富士山の富士ですね。はい。こちらが来ると、えー、覚えておいてください。えー、これに、えー、似ているのが、こちら、甘びこのですね。最初の甘、甘が似てるので、ちょっと、えー、混同しやすいんですけれども、この甘びこのが来た場合は、その後に来るのは、音になります。はい。 なので、音の句を読,読もうとしているときに、天の原と、えー、持ってきてしまうと、それは間違いになってしまいますので、えー、音の時は天彦の。富士の時は天の原というルールになっています。えー、続いて、鳥が鳴く。はい。鳥が鳴く。こちらは、あずまがその後に来るんですね。ただ、ややこしいのが、このとりあえず。はい。鳥と鳥が。 一緒なので間違いやすいんですけれども、とりあえずの後は、生になります。はい。なので、生の句を読むときには、鳥がなくではなく、とりあえずを枕言葉として持ってきてください。さあ、続いて、足引きの。はい。足引きのが来た場合は、その後に山が来ます。ただ、紛らわしいのが、この置き引きのですね。 置き引きのが来た場合は、こちら山ではなく、くわまんになりますので、えー、くわまんの句を読むときには、置き引きの枕言葉として持ってきてください。え足引きのくわまんほにゃららになると、これは間違いになりますので、はい、覚えておいてください。置き引きのはくわまん。え続いて、父の実の。はい、父の実の。これは、父がその後に来ます。ただ、 えー、沈黙の、はい、これもねちょっとやっぱ似てますので沈黙のが来た場合はその後には父ではなくスティーブン・セガールが、えー、来ます、はいえー、沈黙のの後にはスティーブン・セガールが、えー、来ますので、えー、覚えておいてくださいあの口に出して覚えましょう沈黙のはスティーブン・セガールはいさあ続いて羽根酢色のはいまあ 基本五音節なんですけれどもたまにイレギュラーなパターンで六音節のもあります。羽ねい色の、えー、この場合はうつろいやすしときます、えー、ただこの外れるのはうん似てますよね羽ねい色のと外れるのはの後には、えー、数三浦数というふうにきますのでえー、数三浦数の句を読むときには羽ねい色のではなく外れるのはを、えー、頭に持ってきてください はい。えー、続いて、降る雪の。はい。降る雪のの場合は、白ですね。ただ、震えるの。はい。震えるの。の場合は、こちらは、そう。ブスが来ますね。はい。震えるのの後には、ブスが来ます。覚えておいてください。さあ、続いて、湯船畳。湯船畳。はい。 こちらの後には、たむけが来るんですけれども、ゆで卵うん、ゆで卵,、うん、ゆで卵が枕言葉の時には、その後に来るのは、脱税ですね。はい。脱税の句を読む時には、頭にゆで卵を持ってきてください。ラスト、松金の、うん、松金のの後には、頼ることなくと来るんですけれども、えー、こちらも、えー、似ている、 この、えー、松井坊はい松井坊、えー、この後には何が来るのかはいこんな枕言葉はないですはい Not Peter Words、えー、なのでこの松井坊は別に覚えなくて大丈夫ですさあ以上で、えー、間違えやすい枕言葉を紹介し終えました皆さん、えー、いろいろ紛らわしい、ねえー、枕言葉たくさんありますので なんとか間違えずに覚えて素敵な短歌を読んでいただければと思います。